どうもどうもにどうもだから何でも食べちゃう、どうも文人でーす。白ひげー、ゴーヤひげー、ちょびひげー、ピノッキオー、はい、というわけでね、そう、皆さん突然ですが、そう、カップラーメン美味しいですよね。で、食べ終わりました。だけどね、あの、やっぱこうラーメンといえば替え玉じゃないですか。替え玉大将、替え玉大将、替え玉大将、替え玉スポーン、うまーい。これがね、またラーメンの一つの楽しみであるんだけど、でも替え玉をするためにこのね、あ、カップラーメン安いからまあいいんだけど、これ例えばこれはね、1個そう、88円なんだけどね。ただ替え玉するようなところ行くとね、ラーメンとか800円とか900円とか一つや1000円ぐらいするところ行って、替え玉大将、替え玉っつうと、それでも何百円ずつこう替え玉してくから結構ねお金かかっちゃう、だけどね、家でね、簡単にね、替え玉、そう、もうこれもうなくなっちゃったからね、なくなっちゃったから替え玉してえなーっていう気分なんですよね。そうしたらいいもの見つけちゃいました。ブラブラーン、生ラーメン、しかも4個入ってる、これで1個じゃなくて4個で、4個入っててね、これなんとね、そう、縮れ麺ラーメン、本格熟成されてます、はい、168円、4個入って168円だから、まあ4で割ると168円を4で割っただけの値段でなんと食えるってわけでね、早速これで替え玉を作ります。じゃあまずは開けましょう。はい、そしてね、あ、これ個別じゃないから1個開けたら早めにどんどん替え玉しないといけないけど、まさにこれ全部替え玉したらね、お腹パンパンになっちゃうんでね、もうすでにここで食ってお腹いっぱいだから1個だけ替え玉します。じゃあまずはね、でこれ茹でるって書いてあるけど、茹でるのめんどくさいからなんとなくお湯でね、ビチョビチョってやって、茹でたことにします。まずはね、1個だけ、どれだけが1個か分かんないけど、まああんまりたくさんあって、だからこれで1個にしましょう。こいつをね、この中に入れます。ダーンで食べます。じゃなくって、これじゃまだ生茹でだからね。で、夜間に汲んだ夜間の水を夜間に沸かした夜間のお湯、これでね、ちょっとこうお湯をかけてね、で、こうやってうーんとこう、ふにゃふにゃってこう、こうやっちゃって、なあで、切ります、湯切りします。はい、んでね、またね、なんとなくお湯でやって、こうで茹でたことなんじゃねえのかなっていう想定のもと、こうやって、まあバリカタだと思えばいい、もうすぐバリカタ、大将バリカタで替え玉頼むよみたいな感じにしてね、でそうするとね、ちょっとこれなんか乳白色の美味しそうなね、湯切りお湯が出たんで、ちょっとこれも飲んでみましょうかね。あー、うまい、うん、ごちそうさまです。というわけでね、というわけでまだ終わりません。これ飲んだだけで、濃厚だったね。で、大将買い玉一丁、あいよーってこれでこれこうバーンってこう入れてあげるという感じですね。というわけで替え玉来たんでね、早速ちょっとね、食べてみたいと思います。いただきます。あ、もう見た目はラーメンだね。むしろカップラーメンよりもなんか本格派ラーメンっぽいような感じで、見た目はいいですね。じゃあ早速いただきます。うんうんうん、全然まだね、茹で上がってないけど、バリ方が好きなんでね、これでもいいと思います。ちょっとまだ粉を感じる味ですね。はい、というわけでね、あとはね、これ一人で全部ね食べるんで、この動画はこれくらいにしたいと思います。それではピノキオ、それではラーメン裸の麺、イケメン裸のイケメン、ラーメン、それでは。